はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいました本当にありがとうございます。はい、今日も排水溝です。新芽をね、取るっていう作業をちょっとしてましたけども、まあそれ再開すかなと。もうすんげー伸びてます。ほんと雨上がりの後はですね、恐ろしいぐらい伸びてます。で、コメントでですね、竹につながった地下茎から出るのからはタケノコが生えてくると。で、細切れになった地下茎からは、だから本体ですね、竹の本体からはつながってない細切れになってるところからってことかな、細切れというか直接つながってないところからは笹がなんか生えてくるらしいんですよ。なので、新芽はもう上さえ切っとけば光合成できなくて、そのもう切れてるから、枯れてなくなりますよというふうにコメントをいただきました。なるほどと思いまして。なので今だからここに出てるのはタケノコじゃないってことなのかな。種類がでも違ったらどうなんだろうと思って、またその辺もちょっと謎だなと思ったんですけど、まあ細いやつは掘らなくてもいいのかなと。まあ皆さん分かってたでしょうけどね。掘らんでいいんじゃねえと思ってたと思うんですが、結局ね掘りきれないんですよね。どうしようかな、掘っていくだけにしようかな今日は。じゃあでいいと思います。どうしよう、掘った方がいいかな。まあ確かにですね、今排水溝の際に生えてるあの笹をこの間新芽の下にはそこにはっていうので上げた時にはもうめちゃくちゃ深いとこにほとんどあったんですよ。だからもうほぼほぼ取り切ってるはずだからないんですよね根っこで。めっちゃ深いとこから こんな長いくね生えてきてるみたいな形になってるので、まあまあどっちにしても取り切れないんですよね。ってことはじゃあスコップでざっとね、なんか表面からもないぐらいに土の際のところは取ろうかなと思います。まあでもなんかここ明らかに根っこつながってるやろみたいなっていうのがはっきりしてる場所はちょっと掘ってみようかな。もう一本二本のところはちょっと掘りたくってみようかな。まあそんな感じで、まあ来年再来年ですよね、そう結果が見えてくるのは。なんかちょっとね様子見て持っていこうかな。まあ今日ちょっとあんまりね元気がないので病み上がりなんですよ。なのでゆるくやっていきたいと思います。よかったら最後までお付き合いよろしくお願いします。中華で頑張っていきます。はい、こちら入り口側からですねずっと取ってきました。こちらはねまだいっぱい生えてます。取ってきたけどもですよ、ほらこんなしててちょっとですわ。またまあこっち元気がよかもんじゃちゅうぐらい。なんでこういう細いのはもう一本だけんた、こうやって取っていこうかな。じゃこのね対岸の方ですね、はい、こちらの方ね、ここは完全になんか根っこが一本つながってそんなぐらいのね並びをしてるので、こういうとこだけはちょっと掘り起こしてみようかなと思います。あとりあえずこちら側先に下ろしていこうかな。あとはねここにもほら綿花とかほらでちょっとですよ。よいしょ、じゃあねちょっとこういうことだ。ここ最後に掘ったとこですよね。どんだけ抜けるから、はい、いい音よし、でも出てくるとでしょうねまたね。OK、あとはもう掘っとこうかな。こうなると掘りたくなるんだよな。どうだろう、まあ、ちょっとやってみっか。できるだけ深いとこから切ればいいかな。当たらんもんな、仕掛けが当たらない。
ほこほこりつくしゅるわ。何でかな。ね。じゃあ、かも今日はグズグズやな。よいしょ、当たったかな。なんか違うのが上がってきた。サチョコラ。なんだ。上を取りたかったんだけど。うわ。でっかいのが出てきちゃった。よいしょ。全然関係ないね。ここ絶対えぐるよな、ここ。これ。もういや、もう今日ダメだ。今日はなんか当たりが悪いよ。やめとこ。さっきちょこんだけぐらいの出ちゃった。一回切ったやつですね。あ、こっち。よいしょ。これ決まる。なんかおるな、ここ。
すげえ気持ちいい。一本まんま入ってね。久しぶりのこの感覚。急に上がらんくなった。うわすごいすごい、一本槍みたいなのが出てきた。すごい、気持ち悪い。ここから出てたシミが、いやこれも本当ツルハシと同じぐらい太さが。ほら同じぐらい。あすごい、あら気持ち悪い。でかなが、これは久々やな。気持ちいい。よいしょ、こっちに入っていってたらな、割れちゃった。すごいすごいな。排水溝1メートルです、1枚分が1メーター50ぐらい。すげえ。気持ち悪い。いやこれがあるから楽しいね。よし、じゃあ続き。はい、やれた。ないかな、ちっちゃいのが。よいしょ、ちょるぐらいじゃん。あ、じゃない、あの道さん。
じゃあね、この間抜いた方なんで。お、いいね、いいね。わあ、片付くっとがよ、またして。よし、こっちが終わり。次からがのり面がやな。こっちはね、結構大きく並んで出てきてるので、ちょっと掘り起こせるとこは掘っていきたいな。で、今日はだけ新芽も10本ぐらい抜いたんじゃないかな。1本15本ぐらいいったかな。いやー、これが綺麗にね、ついちゃった。こんな感じで生えてます。いやー、どこ、これは先はつながってないってことなのかな。こっちの先はなんかほら、最初コメントいただいたのは、こう竹の本体とつながってない地下茎からは笹が生えますっていうことだったけど、どうなんだろう。あ、これもね。すげえな、マジで太すごいよ。こっからね、新芽がここと、ちょっとね、でもね、どうなっちゃこれ、マジで。すごい太長。久々出たな。気持ちよかったです。はい、ということで、終わりましょう。ちょっとこの間ですね、何かわかんない、なんか食あたりなのか、なんかわかんないけど、とにかく胃腸炎になりまして、子供たちからもらったとかじゃないんですけど、大体ね、ああいうのって、保育園とか小学校で流行って、でそこから子供がもらって、私ももらうみたいなことはあるんですけど、そういうのじゃなかったんですよね。子供たちも全然、まあ、風邪ひきさんは風邪ひきさんやったけど、胃腸炎じゃなく、私はもう夜中、トイレに走って、気持ちも悪いし、食欲もねえし、みたいな。水飲むたびにも気持ち悪いみたいな。点滴打ったらめっちゃ元気になりました。点滴ってすごいですね。私もうなんか生理食塩水をただ打ってるだけみたいな、水分補給だけなのかと思ったんですけど、もう熱も出て、で次の日病院行ってやったら、あの全身の倦怠感じのインフルエンザみたいな、でもうなんかどこそこ痛いみたいな、痛いしだるいしっていうのの、その痛みっていうのがすぐなくなりました、点滴打ったら。で1日はやっぱだるい感じがして、もうちょっと1日ね、あの動画アップしない日があったと思うんですけど、あの時は病院行ってました。だから何だったのか分かんないですけど、感染性の胃腸炎だって言われて、まあ、もう薬飲んでます。いや、健康が一番。今月はなんか家族全員でしたね。子供たちもそうだし、楽しんさんもちょっと体調壊してだったし、私も初めてこんな、なんか病院行って点滴打つまで体調壊したのが1ヶ月、なんかいろいろなんだかんだ続いたので、健康が一番、皆さんも本当元気が一番ですので無理せず、はい、頑張ってくださいね。頑張らなくていいですからね。なんで皆さんも元気に今後も過ごしていただければと思います。水分補給をね、これから先やっぱちょっと暑くなってくると忘れがちになると思うので、水分塩分補給をしっかりしながら作業していければと思います。ということで、今日は新芽を掘っていく作業やっていきました。最後までありがとうございます。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ、好きでした。